欲しければ売ってやってもいいぞ。身分証を見せろ。身分証など見る必要ないんじゃないかな。そうだ、見る必要はない。君たちが探してるロボットじゃない。我々が探してるロボットじゃない。もう行っても構わんかな。行っても構わんぞ。さあ行こう。さあ行け。いいぞ。なぜあんな簡単に通れたんです？フォースだよ。信念のない相手には特によく効く。あんな店に腕のいいパイロットがいるんですか？腕のいいのはああいうところに集まってくるんだ。荒っぽい連中だから。さあ十分に気をつけて。俺がハンソロ、ミレニアムファルコン号の船長だ。周囲から聞いたが、あんたらオルディランに行きたいんだって。そうだ、君の船が早ければな。早ければだって？ミレニアムファルコン知らねえのか？悪い。宇宙の旗のケッセルまでたった12パーセクで行けるんだぜ。帝国軍の宇宙船だってぶっちぎった。そこら辺のポンコツ戦闘艦じゃなくてコレリア型の大型戦艦をだ。ってことは速さは抜群よ。積み荷は何だ？乗客だけだよ。わしに、この若者、ロボットにいたら余計な質問は一切しないでくれ。なんか面倒でも起こしたのか？帝国軍とゴタゴタを起こすのだけは何としてでも避けたいと言っておこうかな。こいつはかなりヤバい話のようだな。手間賃を弾んでもらうぜ。前金で1万いただこうか。1万だって？